天理本通り商店街のギャラリーでは今若手アーティストの展覧会が開かれています。この展覧会ではある変わった取り組みも行われています。この展覧会は大阪出身のアーティスト加納俊介さんの作品を集めたものです。会場には数枚の写真を重ねた作品やテレビモニターに映し出されるスライドショーなどデジタルとアナログを融合した作品が並んでいて訪れた人たちの目を楽しませています。今年は新型コロナウイルスの影響で多くの展覧会が中止される中、現実のギャラリーでの展示だけでなく360度カメラなどを使ったオンライン展覧会も行われます。これは会場の展覧会をパソコンやスマートフォンから見ることができるもので、天理市も支援しています。専門の撮影チームが撮影していて、擬似的に実際の会場の外から入場し、映像を見ながら様々な角度で作品を楽しむことができます。また解説なども閲覧できます。天理市では今後もアーティストの活動を支援していきたいとしています。この展覧会は今月27日まで天理市のアートスペースターンで開かれています。なおウェブでの公開は12月中旬以降に行う予定だということです。